皆さん、この夏はマリアムリーピョンです。イエイイエイ、ハロー。で、今日はですね、私の今お風呂上がりなんですけども、私のアウトバスケアをご紹介したいと思います。イエーイ。まあ、インバスはお風呂の中でするケアなんですけど、アウトバスはお風呂の外でするケアになっています。チューッパチューッパでこうにゃにゃチューワー。まずお風呂上がって先にするのは、最近ちょっと肌断食をしてるということで、もう洗顔後は特に何もしません。で、お湯をこの鼻の周りにつけたまんま出てきて、で、今毛穴パックをしてます。ちょっとここの周りが私年々白いブツブツが出やすくなってきて、角栓みたいなのが、なのでこれをするようにしてます。でもこれもほんと小学生ぐらいの時からしてるから、もうクスついちゃってるんだよね。毛穴パックは市販のドラッグストアとかで売ってるようなものでいいと思います。私は黒いのが好きで黒いの選んでます。で、体は肌ラボのこのポンプ式のやつを、ヒアルロン液を買って、体にブシャブシャぶちまけてます。冬も夏も変わらずブシャブシャします。で、なんか最近買ったんですけど、ビューリーのこのクリームとかもちょっと香り付けで塗ったりします。まあ、買ったばっかりだからちょっとずつしか使ってないんだけど、こんな感じで。もうスキンケアはもう全身すぐします、お風呂から上がったら。で、特に気になるカサカサする場所とかをクリームで補強したりします。これなんか TWICE のなよちゃんが使ってるってインスタで見つけたから買った。5000円ぐらいしたかな。はい、これをしてます。ポンプもついてたんですけど、まあ本当に買ったばっかりだからたまに使ってます、これは。で、髪なんですけど、髪は私はこれで体拭いて、これで髪ドドって縛ってるからちょっと足りなくて、こうやってしたりしてます。はい。で、これを取ってこんな感じになりました。そしたらこんな感じ。1897ベルになります。もう水分が奪われまくってるのですぐ水飲みます。はい、うまいね。で、髪の毛なんですけど、髪の毛はルーティンでもちょっと紹介したんですけど、これをハニーチェのこの桜のヘアオイルを使ってるんですけど、もうなくなってきたので、最近買ったのがこのモレモっていう、なんか韓国でめっちゃ流行ってるらしくて、これなんかトリートメントとかシャンプーの方が有名なんだけど、うちシャンプーとかまだ使ってるのあるから、このオリートメントヘアエッセンスオイルを買いました。ただ私最近美容室でトリートメントしてばかりなので、ちょっとまだ髪がなんだろう、まとまる感じがすごいあるので、そんなにつけなくてもいいんですけど、まあ今普段つけるときは2プッシュぐらいピュッピュッってして、なじませたりしてます。今日はもうほんと毛先だけ1プッシュ取ってもらって、手のひらで伸ばして、でもう毛先だけ、はい、こんな感じでしていただけたらいいと思います。はい、こんな感じでいいと思います。もうなんか髪のベタつき状況によってオイルの量とかトリートメントの量とか減らします。私は今はちょっとなんか頭部のこの上の方が結構ベタつくから、しすぎると、だからトリートメントそんなしないようにしています。もともと毛先とかにした方がいいらしいので、はい。チャララチャラチャ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 やってたんだけど、うち力が強すぎるらしくて、いいねってよく言われてて、なんか耳かきとかはすごい優しくやった方がいいですよ。あー気持ちいい。この水がちょっと入ってる中に入っていく綿棒が本当に気持ちいいんだよね。ふー、心地よい。で、こんな感じで終了です。最近ハマってるのがハンドソープなんですけど、このマグリフバフールのハンドウォッシュです。これめちゃめちゃいいのよ。雑貨屋さんで買ったんですけど、雑貨屋さんというか服屋さんで買ったんですけど、と、あとこの、これはどこの何のか、このリグリアンハニー。あ、リグリアンハニーシリーズ。爽やかなイタリアンブラッドのオレンジの香りです。ハンド
ボディウォッシュ、ウォッシュ、これいい匂いなんですよね。この2つが、こっちが特にやばい。これを買おうと思ってた、頼んでたの忘れてて、こっちを買っちゃったみたいな感じで届きましたけど、やっぱね、今の時期で、ね、めちゃめちゃ手洗うから、どうしてもその気分上げたくてこういうのを使ったりしてます。台所とかは自動で出てくるミューズのやつとかビュッてやったりとかね、したりしてますよ。うんどんがんでん、ちょりそ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 り、こんな感じです。でまあ乾かしていくんですけど、ドライヤーは今音出るからあれですけど、まあこうやってバーって乾かしますから、単に。でなんか、まあ乾いてきたら、この空間あるじゃないですか、ここの、ここのこことかの、この空間にぶち当てるといいみたいなことを一瞬聞いたことがある記憶がある気がするので、遠い遥か彼方の記憶をたどり寄せて、自作の歌です。ここをブワーって回したりして、ここをこうなんかねじり上げて、こうやって回したりとかしたりしています。はい、こんな感じ。あ、ちょっとついちゃったくらいな。こんな感じでドライヤーが乾かし終わりました。見えますか？はい、だいぶこの間髪切ったばっかりだし、トリートメントしたから、だいぶまとまってるんだけどって感じ。てんてんてんみたいな感じです。で、私はいつもタングルティーザーの櫛を使ってるので、マジこれ持ち運べるし、手軽に使えるからすごい好き で、これで真ん中分けにいつもするので、こうやって分けて溶かしていきます。こんな感じで中も溶かし器。そしてこれでもなんかちょっとギシつくな、どうしようかなと思った時は、このでかいドライヤーを使います。これはもう何が何なのか分かんないんですけど、とにかくくるくるドライヤーサラサラとかで調べたら出てきます。どこの何か分かんないけど、これマジすごく、この形がもう本当にで重いんだけど、これはマジサラサラになります。今日はもうこれぐらいの、私なんかサパサパさの方がちょうどいいから、もうしないとく。ちなみにこんな感じで下に置いてます。なんかこれは多分無印とかで、なんか昔売ってたやつだからもう売ってないと思うんだけど、入れてます。これめっちゃいいよ、洗面台のゴミとか、とかなんかこういう水垢拭くやつとか入れたりしてます。そんな感じかな。ついでなんで、コテで髪の毛どうやって巻いてるかもやってみます。めちゃめちゃ簡単、マジで。もう私は最近はなんか韓国人風の、韓国アイドル風の巻き方にハマってるんで、もうそれでやってます。この間のダウンタウンデラックスさんに出させてもらった時とか、そう自分でなんか巻いて、直しだけ直すのだけやってもらったんだけど、今までパンツ履いてなかったんで今パンツ履きます。ここはまだもうちょっと乾いてないから、もうちょっと放置しとく。体の匂いが、最近これ買ったんだけど、なんだけど、バブリー忘れちゃった。これ使ってます。ボディスプレー、ショレイヤードフレッシュピア、新鮮な梨の香りですね。なんか呼び寄せる感じで、いや肌ね、かさつくんだけど、私はなんかいろいろ化粧水とかつけると逆にベタついて毛穴詰まってる気がして、今ちょっとなんかどれが一番合うのかっていう模索中なので、これはこれでいいやって感じです。はい、トリマ、これがもうバチクソいいよね。このもう一回言うね、マグリブ、マグリブバフール、マグリブバフールとリグアンハニイ、マジいいから。温まったのでやってきます。まあ本当は160度ぐらいがいいらしいんですけど、私は170度でやってます。久しぶりに男性器のあれで巻いていきます。右と左に分けてもらって、普通にざっくり、内巻きにします。毛先をまずはこれぐらい取って、こんな感じで、ここをも、ここ熱くないとこ持ってこうやってやっていくとスッといきます。こんな感じで3秒ぐらい待って、でちょっと力抜いてスッと下がっていく感じです。でちょっと溶かす、はいはい、ちょっと溶かしきって感じですね。向きが気になっちゃった。はい、
いいかな。後ろ黒い服だからよくわかんない。はい。で、私の髪は、ちょっと、レイヤーというか、段が入っているので、こう、長さがちょっと違うので、この、短いところを、普通の長さより、持って、みたいな感じです。でもなんか、前髪とかもあるので、前髪はちょっと避けつつ、青青。前髪もこんな感じで消え去ります。で、この軽いところを表面これぐらい取って、で外にこう向けていきます。はい。でここで5秒ぐらいかな。いてちょっとずつこうなんて言ったんですか。ほどいていくんですけど、またこねるみたいな、上に上り詰めていくみたいな感じでやります。はい。でこれ後つくんですけど、これほぐさないでそのままにしときます。ここの短い毛こそ目立ちやすいので、めっちゃしっかり巻きます。こんなんでいいや。あとはまっすぐな毛を全部消滅させていくっていう感じで。前髪、今巻いちゃった。前髪もう一回やるわ。前髪、毛先をまず巻きます。毛先をまず巻いて、これ絶対寿命だ。もう電源切り始めてきた。やばい。爆発するかな？それはないよね。うちが男性器のあれとか言い始めたからだ。てか、温度高すぎなのかな？ 140 とかにしてみようか。で、毛先、もう一回いくわ。先外巻きにします。で持ちます。熱いんで気をつけてください。持ってちょっと乾かしました。そしたら真ん中ぐらいからこういって、でこうです。上に内っていう感じで巻いていきます。でちょっとずつゆるくこう落としていく感じです。はい。でここが一番熱い時にこう肩つきやすいので、これでこう流していく感じです。ここにとどまらせないでこっちに行く感じです。はい。で、向こう側も全部巻いたのでいい感じ。ここは工藤静香さんを意識させてください。避けられてるかもという具合です。しべーね。マジ？ちょっと巻いてたのに。もう電源つかなくなっちゃった。終わった。マジかアイロン買い直さないといけないな、これ。まあでも相当使ったかんね。2年ぐらい。ありがとうって感じだわ。で、こっちも同様に巻いていきます。んで、ここの横の毛は私最近切ったので、この短いのを外巻き、もう完全今余熱でやってぶっ壊れたんだが、最悪やってんね、マジでやってんね。巻きにしたのをまたちょっとなんかこうやって巻いて、上の方で、さっき外巻きにしたのよりちょっと上の一個段階で、一個上の段階でこう持ってこうです。毛先とか結構こう髪かき上げた時とか目立つんで、それをやってきます。でこっち側の、まあもう電源つかないもん。やばい、今日帰るか。キャー、出費。あっち、てかもう夏なんだよね、完全に。26度とかでしょ。汗やばいんだよね。だからマジ冬のとかの方が好き。布団いっぱいかぶって寝れるし。夏ってもう汗かいて萎えるじゃん。まあ夏の恋も好きだけど。わかるの。夏のジメジメした時に思い出す人とかいるよね。みんな名前出してきな、ここで。ねえ、完全に巻き取れてる。まあいいや、今日。どうせ取れるし。汗かいて。やばい、もう電源もつかなくなった。オーマイガーと、ここ毛先一個だけなのに。余熱でいけるかな？来い！ご臨終でございます。余熱いくわ、もう。次、時間を取ればいけるかな。ショック。うちが男性器って言ってたからだ。で、こっちも毛先を
外にして、でこうなったやつをこの方を曲げていきます。こう持って、てか汗かいてるから一生乾かないよこれ。はい、完成で、これで何分間か10分ぐらいかな放置して、後でファサファサってほどきます。んでこんな感じでほぐしていきます。ほぐほぐホグワーツ、ホグワーツするとこんな感じでふわーんとすナチュラルな感じになるので、こんな感じです。でワックスとかなんですけど、私は本当収録とかそういうイベントとかの時とか、もう絶対に固めておきたい時とかはこれを使います。ヒートメイクワックススプレーです。 MV ヒートワックスって書いてあります。これ本当はなんか巻く前に巻いて、あと巻いた後にもこう巻いてみたいなしたら、もう本当補強抜群になるんだけど、私はなんか巻いた後とかにこれをします。これ何がいいかってパリッとしないの、水分なくなってきた口の、これねパリッとしないんですよ。ふわっとしながら固めてくれるのでマジで好きです、このヒートワックス、ヒートメイクワックススプレーです。でまああとはまあちょっとここまでだけど、まあ、なんとなくニュアンスが出てほしいなみたいな時は N ドットのスタイリングセラムを使います。まあ、オイルじゃなくてこれはクリームっぽくなってて、こんな感じ。これをこれ結構出しすぎるとベッタベタになるから、私サラサラなんだけど固まってる方がいいから、毛先とかだけにこんな感じでつけて、とあとこれこことかもうほんと部分部分でつけて、ちょっとずつつけるとかじゃなくて、もうほんと大盤振る舞い、ファッサファッサファッサマグナ、ファッサマグナしてください。これははい、そしてまあこの揉み込みな感じでいいと思います。であとこうタバコの匂いとかつきそうなところに行くとかの時とかは、このマシェリのヘアフレグランスをつけます。これはなんか昔高校の時とか使ってたんだけど、すごいね匂いをねカットしてくれるので、私髪の毛とか匂いつくともうほんとクソなえる感じだから、これでもう本当に匂いを防いでます。これマジいいんだわ、なんかもうタバコの匂いは本当きついんだ私的に。でなんか自分が家に帰った時くっせーマジもう消えてーってなってしまうので、これを使うようにして、あまだ開いてなかったこんな感じになります。そして私アホ毛ボンバー女なんですね。これ見えますか、すごいでしょ。だからアホ毛ボンバー女はこの最近買ったんですけど、アホ毛フィクサーっていうのがあって、これがなんかマスカラみたいになってんだよね、こんな感じで。そうそう、でこれを取ってこんな感じで、まあ、収録の時とかは必要です。もうリモートになってからもうほんとアホ毛がめちゃめちゃ目立つようになっちゃって、これめっちゃもう必需品、こんな感じで抑えられます。めちゃめちゃちょっとペタンとするんだけど、まあそれでも全然いいやって感じなんで、はい、こんな感じでヘアケア完了でございます。じゃ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 ん。これはもうほんと慣れなので、髪の毛はもうほんとに似合う似合うなると思うし、私はこれが一番好きな感じです。工藤静香さんスタイルでした。せけられてるかもっていう、一晩中泣いて泣いて泣いて泣きすぎたの、泣きすぎてないねこれ全然ダメだ。はい、ということで私のアウトバスケアでございました。いかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた見てね、バイバイなりー。